はい、それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は友部幼稚園の第61回の親子運動会がありました。お天気の方もね、ちょこっと心配されたところもあったんですが、無事開催することができました。全体で見てお休みの方がちょこっと出てしまったのが少し残念だったんですけれども、参加できたお友達はとっても元気にニコニコ笑顔でたくさんの頑張る姿を見ることができてとても嬉しかったです。ちょっと思ったより暑くなってしまって、ちょっと体調を途中崩しながらも、子どもたちとても最後まで頑張っている姿を見て私もすごく感動しました。そして年長さんはやっぱり何といっても、幼稚園最後の運動会ということで、小手鍛えとか組体操とか、もう本当に1学期からすごくすごく頑張っていた子どもたちだったんですけども、今日は本番一番多分よくできたかなって思うぐらい、子どもたちも生き生きと、発表することができて、その姿を私たちも見ることができてとても幸せになりました。本当に運動会素晴らしい運動会になったのも、保護者の方の協力もあったことも一つですので、本当に感謝をしております。今日は楽しい運動会ができたので、それが一番のハッピーポイントです。ありがとうございました。